コウ君お願いします。ありがとうございます。自分の気持ちをもっと伝えていこうと思います。近くで隣でずっとその笑ってる子とか見たいと思ったから、もっとアピールするわ、頑張るわ。一歩やられたなって、こうやって嫉妬するってことは、だめいやちゃん好きなんで、ちょっと積極的にめいやちゃん頑張ります。気になる人、うん、変わってない、誰、気になってなかったら呼ばんくない？確かに。いいですか、ちょっと少しお時間もらってもいいですか？じゃあまた、ごめんなさい。じゃあまた、すみません、ごめんなさい。多分自分の中ではもう好きなのね、うん、ヨスケ君のことが。今気になる人は、一人は相馬くんで、もう一人いて京介くん。めっちゃ綺麗じゃん。ゆきり気持ちがちょっと強くなったから、うん、ちょっと頑張ります。ありがとう、嬉しい。めいちゃんとの差がなくなりました。あやちゃんが好きだ。俺も行っていい、俺も行っていい、あ、いけいけ、めいちゃん大好き。いけ、頑張れ。いや、まあ、そうまくねんなって思った。ああ。うん、何歳のか分かんない。マジ好き、めっちゃ好き、ガチで好き、本当に。ありがとう。本当に本当に一人よ、ずっと一人やで。本当に地図ですから。分かんないです、本当に全員同じっていうか、もう本当に分かんなくて。え、もうじゃあ死亡。聞くな、聞くな。え、あ、最終日。なんだこの顔。え、お、え、え、え、そんなことある。え、待って、でかい、まあ、マジで、マジでかい、めっちゃ嬉しい、やばい。え、待って、マジでかい。わー、いい、新しい。これのね、これ持ってみる？いいよ、なんか良さそうじゃない？ジュリーと、確かに、あ、そっか、疲れたしね、疲れたしね、これ、これ1個、これ乗っちゃおう、一緒に乗りましょう、乗りましょう。あぶね、あぶね、失礼します。ごめん。え、なにこれ、ちょっと怖いかも。え、こっちが、さっきの行けたらいけるやろ。わからんよ。わからんか、見て。ん、おそろ、調子ですよ。ハッピーメッセージ見る。え、綺麗。あ、そっちの目だった。これ自撮っとこう。ん？そうやって。うわ！動画撮っとくわ。うん。えぐい。えぐい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 。待って。結構怖いかも。怖いな。結構怖いかも。もう付き合ってるみたいだ。山さっきのあれ乗ったんで余裕でーす。余裕でーす。気持ちよくない？頭にかけとこう。うわ、え、もう終わり？あ、違うんじゃん、もう終わり？後ろや。え、後ろあんの？バック、やばい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 、激しくて震えるけど結構やばい、結構やばいね。やばい、めっちゃえぐい。なにこれ、なにこれ、角度、角度変化な。落ちる、マジ落ちる、楽しそう、ガチ落ちる、楽しそう、ガチ落ちる。何や、あいつ。何あれ、高一やな。カッパでしょ、カッパか、カッパじゃないだろう。どこがカッパや、船長、船長じゃない、船長。急に子供っぽくなったな。ジュリの前だとなれるのかな。楽しかった、遊園地。遊園地、えぐ楽しい、えぐ楽しいだね、めっちゃ。めっちゃ怖かったけど、うん、怖かったね、最初ね。まあ、通所誘ったよ、あは、まあ
朝も言った通り気持ち固まってるし、うん、絶対変わらないしっていうのも伝えたいし、うん、伝えたかったのと、なんかさ、うん、最初にさ、ジュリさ、ビリヤード好きって言ってたじゃん。あ、ビリヤードね。覚えてる？わかるよ。覚えてる。ビリヤードまずわかる？何か。わかるでしょ。超えてるやつでしょ。うん、超えられず知ってるんだ。知ってるでしょ。さすがやん。さすがやん。ビリヤード知ってる？うん、それね、まあなんかちょっと一個渡したいものがあるんですね。マジっすか？はい。渡したいものあるんですけど、いいですか？はい。ちょっとじゃあ目つぶっといて。目つぶっといて。何？じゃあ。目つぶったまま手出して、右手いい、うん、はい、見ていいよ。これ、ビリヤードのキーホルダーなんだけど、数字のやつ、こんなのあるんだ。緑かわいい。そう、緑なの。俺の好きな、一番好きな色だし、ジュリの好きな色。二人が好きってこと。そう、まあ、こんなんもな、勘違いするで。これ、何、これ何番？6番なんだけど、なんでさ、6番かさ、わかる理由。いや、マジでわかんない。わかんない、なに、予想してみて。6番、うん、えわかんないかな。一番、うん、先端に来る。何言ってんだよ。どういうこと。だから、こう三角だったら、ビリヤードの話ね。あ、そう。あ、そういうことね。まあ、自分調べになっちゃうんだけど、数字でなんか渡すなら、せっかくなんか数字に意味ないかなって調べてたの。そしたら6番の数字って、まあ、恋愛においてすごいいい数字だったし、すごい叶うんだって6番って。そうなんや。恋愛がね。ジュリもね、実はね、ここについてるの。何が？これ一緒やん。一緒なの。だからお互いの恋が実りますようにってことで持っててほしいなっていう。叶うってこと？これ6番がなんか鍵とかにつけてる。ほんと？つけてくれる？ありがとう。めっちゃ可愛いね。可愛いでしょ。そうだから、ジュリの気持ちはもう固まってるし、明日もう2日目の夜もう日落ちてきたし、時間ないし、明日がもう告白だけかもしれないじゃん。だからもう全部ここで言っちゃうけど、もう本当になんか言葉に表せないくらいもう好きになっちゃったんです。ありがとうございます。はい。いや、結構それさ、ストレートに見るとめっちゃ照れるタイプなの。照れてるように見えないけどね。そう、平然を装ってる。装ってる。あれやけど、出ればもう気持ちで伝わってればなって感じ。いや、マジ嬉しい。伝わってる、めっちゃ。本当に、うん、伝わってってればよし。伝わってればいいなって感じ。見えますかね。なんか見えるやろ。俺が緑好きだからっていうので、で可愛いし、この6っていうのになんか数字言葉みたいのがあって、でなんか恋愛が叶うみたいな、それを言われた時にちょっとドキッてきましたね。へー。今は、まあ、気になってる人はまだ3人なんですけど、ジュイちゃんの方が気持ちは上がりました。うん、単純。でも本当に今日の花火では、まあ、最低でも3人から2人か、もうできたらもう1人に絞りたいって。できたらね。いやー、面白い、素晴らしいね。できたら1人いい。これぐらい嘘ないのがええよ。絞れないって可能性もあるんだ。特に京介なんかは美男美女が集まってるから目移りしちゃうねん。だから京介みたいになるのが普通やと思うねん。迷うのが普通。そうで、ジュリちゃんなんか特にもう余計なもう演出はなし、好きなんです、一途に行きます、うん、はやっぱり刺さるよね。京介にも刺さってましたね。嬉しそうだったし。みんなどうの街歩いてみました。 OK、 行ってくるわ。いってらっしゃい。あ、いいえ、テンポよ。ありがとうございます。顔、はい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 、え、泣くね。どれ、あれあれ、まっすぐ行っ
ってなんか地図的左だったよね。いいですね。カップルだな。カップルだな。フェリ君と楽しそうに喋ってたのが、はい、嫉妬しちゃいました。かわいい。大好きだよ。結構チークとかもさ必要じゃない？うん。どうした？楽しかったくない今日？うん、楽しかった。いっぱい写真撮れた。ね。ね。もうないでしょ、ここ映るんですよ。え、うん。残量っていうか。あとちょっと。あとちょっと。うん、やば、俺全然。うん？全然ある、全然ある。めちゃめちゃある。昨日撮ってなかったもんな。全然撮れてない。ちょっとやばい。やばい。やばい。いっぱい撮ろう。大丈夫。うん。どうでしたか今日？楽しかったよ。本当に？うん。よかった。楽しかった。なんかめっちゃ写真撮れたじゃん。そう、ね。私。気持ちの変化ありますか？気持ちの変化。ね。うん。迷ってる。今ね。うん。ね、でもなんかあんま変わらず、そう変わんない。変わんない。朝から一緒。朝、そう、朝はなんかそうなった、そうなって、うん、そっか、朝デートしてたしね。で、そっから、うん、変わらないみたいな。うん、そっか。こんな感じ。朝、最初トウキ君がツーショットしたのね。トウキ、ああ、うん、がツーショットしたの、うん、で気持ち伝えてくれて、向こうが、でもなんかその場で自分の気持ちがまだ固まってなかったから伝えなかったのね、でその後に京介くんとツーショットしたの、誘ったのね、でなんか話しやすかったんよ、自分の中で話しやすかったんやけど、今なんか実際に考えた時にもう一回話したいなと思ったのが相馬くんだったの、だからでも途中まで迷ってたの、蹴る寸前ぐらいまで、蹴る、あスリッパ蹴る寸前ぐらいまで迷ってたのね、そうけど今日朝彩乃ちゃんとツーショット行ってたじゃん、でその後帰ってきたやん、集まってる時に帰ってきて、でその時になんかもやってした自分だったんよ、だけんそれを確かめたいっていう気持ちもある、あ今こう誘ったのは、あそうだけん誘ったっていうのもあるけど、なんか、ね、自分の気持ちがあんままだ分かってないんよ、だからその夜もう一回京介くんと話して決めたいっていう気持ちもある、っていうのが今、俺もなんか男子からじゃん、でだからその答えを出したいと思ってるから、思ってる、思ってる、出したいと思ってる、そうでしょ、そうだね、なんかさ昨日さなんかモノマネするって言ったじゃん、うん、なんかさ、そう考えたんだけどさ、お、考えた、でもなんか、お題出してほしいなって、何でもいいってこと？いや、猫で、あ、猫ね、むずない、シチュエーションっていうか、困ってる猫、困ってる猫、あ、いいね、いいお題、あ、助けてみたいな、助けてみたいな方困ってる猫ね、オッケーオッケー、うん、オッケーオッケーオッケー、3、2、1って、わかった、いくよ、3に、いつ、にょ、にょこれ何やねん全力、めっちゃ良くなった、あざす、じゃ行きますかにゃ、行きますかにゃ、行きますかにゃ、わん行きますかわん、うん、行けますか、行きましょう、マジ花火楽しみね、いい感じに、いい感じに、いい感じに、いい感じな、赤くなってきたね。
サマくんの気持ちを聞いて分かんなくなっちゃって自分の中でどう行動していいかが分からない。そうなのよめいちゃん。デート誘う時までは自分で分かるぐらいそのソンマくんに対しての気持ちの方が大きかったんですけど、遊園地側にいる京介くんのことを気にしてて、るからなんか京介くんと相馬くんへの気持ちが変わらないなって思いました。同じです。今相馬くんと京介くんに対しての気持ちが同じです。一緒にいたのに。自分でも分かんないです。今どうしていいのかが。花火の時どうしようかなって思ってます。難しい。デートしたからって増えるわけじゃないのか。昨日の方が楽しそうやったん。だからやっぱ感情が伸びてないねんな。しかも難しかったのは昨日も同じようなことをソーマとメイはやってるんですよ。これがお互いに何かしてくれって思ってるけど、何もできないから結局決められない。まず空気がなんか違いましたよね昨日と。重かった重かった空気。確かに、なあ花火花火ある。楽しい。いやマジで楽しみね。どんな感じで。はい、ちょっと入れそういいですか。はい。何ちょっと渡したいものがあって、二人で目つぶって、目つぶって、で片手出してください。片手？片手？片手？うん。ちょっと、目つぶって。どうぞ。どうぞ。二人で作ったので。すごい。可愛い。紙で折り紙でできるのこんなの。ありがとう。ありがとう。っていう気持ちです。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよ。じゃーん。じゃーん。何にしよう。挟むじゃん。挟む。挟む。可愛いっすね。楽しそう。おいいね。いいでしょ。OK、はい。はい、チーズ。めっちゃいい。いいね。まあ、ちょっと白だけ見えへんけど。これ、しけてない。あ、来た。来た来た来た。いいやん。これもらう。もらう。もらう。出る？あ、ついた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 。あ、はい、どうぞ。ファイヤー。あー。みんな回してる。青春です。俺も回そうじゃん。花火っていいよね。やばい、なくなる。来たよ。一緒に行った。なんか一緒に行ったよ。ただいま。もう花火しとんの。めっちゃ綺麗。俺もやりたい。早く早く早く。早く つくの大変だから早く。どれどれどれ。さあここからスピード勝負よ。誰から動く。最後の夜。ついた。めっちゃ綺麗な。ちょうだい。危ないから気をつけて。まだか。久しぶり。あ、嬉しい。可愛いね、パーカー。ついた。どうだった。ついた。可愛いでしょ。超大好き。超楽しかった。韓国の楽しかったみたいな。え、何したの。え、なんかね、イルミネーションみたいな。いいの。めっちゃ高いやつ。いいな。うちもソマくんと行きたかった。いいですね。なんかめっちゃさ、めっちゃ手前のいいですね。サンダル。そうなんて、ね、ちょ勝ち取ろうと思ったよ。下手くそすぎて、ね、もうちょっと、あ、行ったな。え、なんか、誘いたかった。え、そうしてください。あ、こっち。え、ねえねえ、ちょっと離れてる、話さない。はい、いいよ。そっち行く。ありがとう。え、どう？なんか気持ちに変化あった？
もう正直迷ってっていうのがあった、うん、でもなんか決めきんないといけないから、うん、そうだよ、相馬から告白だよ。いいんだよ、シャコンか。綺麗だねえ、綺麗やね。綺麗だ結構ちゃんとしたのね。どう、なんか大輝くんがなんか好きってこと伝えてくれて、うん、でも相馬くんってことは伝えた。あ、そういうこと。そうで、私は相馬くんって言ったし、なんかやっぱ中途半端なことはしたくなかったから、うん、なんか俺もなんかすごい中途半端になっちゃって、うん、なんかなかなかつかない。あ、ついた。めっちゃ明るいね。明るいね。うん、どうしたらいいのか分かんない。分からんくなるよね、だと思った。え、マジ。なんかやっぱ一緒におる時間がさ長いわけやん。やからなんかセッションの時に一緒くらいになったって言ってくれたやん、うん、やけどでもやっぱこんだけ時間離れちゃうと分からんくなるよなってなんとなく想像はついてた。強いな、あやなちゃんも。ね、寒いでこっち来て写真撮ろう。あ、そうやな、写真撮ろう。この花火の日をいい感じに写したいんだけど。お、ちょっとセンス問われるよ。いや、無理無理無理、センス問われるよ。やめてこっちから撮ろうか、うん、いける。ちょ、頑張るわ、うん、頼む。任せて。いや、え、花火写してね。うん、うん、2つ映ってます？え、わかんない。めいちゃん、ちょっとそっちでやりませんか？あ、いいよ。誘いますって言ってたもん。ありがとう。行きます。しゃがんだ方がいいかも。しゃがむ、うん、どうやった遊園地？遊園地は、うん、アトラクション乗った。なんか、うん、ヒューって言って、なんか一番でかい、うん、あのジェットコースター乗って、うんうんうん、みんなでジェットコースター乗ってる時もずっと考えてました、めいちゃんのこと。嬉しい、もう本当に。おお、ついてついてた。行きます。そうで、うん、もう絶対ずっと考えてて、本当にめっちゃ好きだなって思って、本当にマジ、そう、気持ち変わることないし、ありがとう。このまま告白行こうかなって思ってる。嬉しい。そう、出ます。花火終わるまでに、うん、自分の気持ちを伝えます、うん、なのでちょっともう少しだけ時間ください。任せて。絶対これ見たい、見に行こうよ。いいよ、いいよ。もうびっ、でかいやつ。いいよ。何これ、やばい、楽しいよ。おー、何これ、ほんま。待って、退散しよう、ピカンってしたり。うわー、すげえ、すげえ。やばい、やばい、花火。ガチじゃん。うん、ガチ花火やった。すごい。はい、どうぞ。ありがとうございますね。ごめん、ちょっとマジで俺足りないわ、気持ち伝えるの。俺やっぱね、なんかチキっちゃうわマジ好き、めっちゃ好き、超好きだわ、ほんとに。俺多分今までこんな可愛い人思ったことないし、マジ可愛い。え、めっちゃマジで、え、ガチで好き、ほんとに。ありがとう。ほんとに、ほんとにこんな人好きになったことないかもしれないってぐらい好きです。ほんとですか？ポニテールめっちゃ似合ってる。ほんとにポニテールにしない、今日最高だわ、マジで。風強かったからさ、火もらっとく。あ、もらいます。あ、いけた。やばい、くっつくで。本当に嬉しい。なんかね、うん、まだ分かんなくて、自分の気持ちで。もう一回、失礼します。一回だけ、一回する。やばい。さあ、カミさ、今日と昨日と今日でちょっと違うんよ。え、思った。え、どっちの方が好き？昨日の方が好き。昨日の方が好き、じゃあ、告白昨日でいきます。いきます。ありがとうございます。そのままは
多分その何択かの中から選んだかもしれないけど、うん、俺はもう昨日の、うん、1日目の夕方の時点でめいちゃんって消えてるから、うん、分かんないよ、こんなさあ1時に思う人いるか分かんないよ。恥ずかしいな、ありがとう。俺もなんか疲れてきたな、しやばいな。ちょっと一瞬だけ待ってもらってもいいですか。いいよ、待ってるよ。つるちゃん、ちょっと一瞬相談してる。いいよ、相談。どうしよう、どうした、どうした、どうした。分かんなくて、自分の気持ち、うん、なんか誘えなくて2回連続そうまくんお、なんかね、危ない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 、分かんないって言われちゃった。分かんない、らしくて気持ちだから、どうこっちから行っていいか分からなくて、もう行けないの。行けなくなっちゃうけど、話したかったら話した方がいいと思うし、さすがにもなんかやっぱ話してない。相談してきていい？相談タイム。全然。二人ともわけわからなくなる。まあ、ちょっとじゃあちょっと話そうかな。話す？話そう。ちょっといい？いいよ。話そう。みんなの相談相手。話そう話そう。でさ、どうした？どうしたどうした？なんかさ、めっちゃ迷ってんだよね。いやだと思ってよ。うん。迷ってんだろうなと思って。あの。誰と誰だ、あやちゃんとめいちゃん、うん、だよね。そうだよね。そうだよね。なんか分かんなくてさ、うん、分かんなくなっちゃってるんだ、うん、でも明日自分から行かなきゃあんわけじゃんね、告白。どうするん？今話すしかない。決めるの？でもちゃんと、うん、決めるよ。あ、話しかけてくるわ。どっちに？めいちゃん、うんうんうん、みーちゃんもね、話下がってたよ。ほんと？うん、頑張って、それは、うん、ありがとう、じゃあ、うん、頑張って。じゃあ今、花火楽しもう。あ、今はね、うん、そうやな。ああ頑張れ頑張れ頑張れ、耐えろ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 、来たー。いいやそう、もらいます。あれだよね、トウキくんずっとみーちゃんみーちゃんみーちゃんね、だからね、申し訳なくなってきて、なんかどうしていいか分かんなくなっちゃった。そういうことか、うん、え、あれやで、私的にはそうまくん、うんうんうん、やっぱなんかさ、ずっと一緒におれんかったからさ、逆にね、気にしちゃうんだよな。そうま同士で喋ってるのが 朝の通称ぐらいなんよ、一緒に、うん、あ、そうやね。そうだから、え、ちょっとめいちゃん、ちょっと話さない、二人で、うん、あ、で、めいが誘われてる。ちょっと、またね、複雑な花火、めいくさ、焼きそう、そんな向こう行く、うん、花火しよう、これ入れたい。座る、え、気をつけてね、膝。そんな、あ、来た来た来た、熱くない？大丈夫大丈夫、すぐ終わんで、うん、どう気持ち、なんかどうって、なんか自分から聞くのキモいな。ね、そう、それでなんかもう終わんでね、うん、なんかなんか、うん、どうみたいな、どうなった、なんか申し訳ないなって思って。なんで？だって気になってくれてるのにさ、うん、そのなんか自分は優柔不断で。いや、そんなことない、わしもだよ。もう、え、目の前で、あやなちゃんと話してたやん。うんうん。それめっちゃ気にして、もやもやしとってん。うん、で、もやもやしてた。もやもやしてた、うん、そう、もやもやしてた、うん、なんか俺もなんか怖くて。なんで？なんかもう分かんなくなっちゃって、うん、いろいろ気持ち変わってない？で、今の気持ちは、うん、なんかでもなんか、うん、さ、二人でいる時間多かったじゃん、うん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 、だからなんかいろんなこと知れて、うん、そう、俺もだいぶなんか変なこともしたし、そうだね、にゃんね、そう、にゃんとかやったりしたし、うん、したね。めっちゃこのクローバーか、クローバーじゃないわ、これかわいいもん。え、かわいいでしょ、うん、一緒、みんな一緒なの。最後さ、最後写真撮ろうよ。え、いいよ、撮ろう。ちょっと俺もこの時間、うん、頑張る、すごい大事だから。そうだね、
はい。なんかこれあれ？変。変じゃないけど。いける？変。いや。ポーズは？あ、これしたら。ね、ちょっと待って待って、やばい。ピース。ピース、はい。やった。ありがとう。どうだったの話は？え？なんか、まあ。そうまくんも、そうまくんで悩んでるみたい悩んでるみたい来てほしかったもんね、継続でん継続で来てほしかったって言ってうん、そう来てほしかったけど、うん、自分の気持ちは変わらん、うん、大丈夫逃げも隠れもしません逃げも隠れもしません、ません、だから明日は、あやなちゃんに告白はずっと行くし、行かないってことはないから、そこを安心してほしいなって思います、ありがとうございますはい、すいませんなんでなんで別に謝ることじゃないよいや、マジで、何緊張してるおー 100% 伝えられたような気がしなくてまあでも短いしね、うん、最初のスワンボートのところさいや、そう、スワンボートの時がさ、もうめっちゃ一目惚れしちゃった本当ごめんな、お前いや、全然嬉しかったバリ可愛かったまあえ、マジで可愛いと思ういやいけるいけるって言っちゃ変だけどいけるねいや、可愛いよありがとう大丈夫だよなんか、やっぱさ、ちょっと今日まだ喋れてなかったから全然はいはいはいなんか、話したい話題がいっぱいあってえ、だって今日メイクさ、バチバチに可愛いけどあ、うん、さっきちょっとだけ見ましたマジ全然似合ってるいけるいける本当今日でも昨日のメイクとちょっとだけ変えたかもえなんかそんな感じするかもラメ、ラメつけるえそれラメ多いよねうんめっちゃキラキラしてるってそうでもめちゃめちゃ顔ちっちゃいじゃん顔ちっちゃくないよちっちゃいちっちゃくないって俺と比べてもこんなのさどういうか逆ねいやいや逆ね逆ねマジでソーマは確かにかっこいいから俺でも女だったら多分吠えてるなんかソーマくんは、顔見た目もすごいですいいなと思うんだけど、うん、性格かいいな、クールうんかなえでもなんかクールだと思ってたから結構笑う感じのことがあるなと思ってギャップ感じてそこででもうちょっと知りたいなって思ったそこでマジうんいける超ライターないからさできないあじゃあもう普通にうちらやってるふりするあ、綺麗だね綺麗綺麗だね動画撮るじゃん綺麗だねって可愛い綺麗だねって綺麗だね動画撮るほんまに動画撮るよそんな言ったら綺麗だね綺麗だねだねすごいやってるふりねライターないからなんかおかしいねうちらも光ってるようちらが一番光ってるよ一番光ってるね、うん、ピカン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 こういう時が一番楽しい、こういうキャラ好き、うん、おるよ、なんか前回のさキャラと違うよ、なんかちょっといや、まあ、緊張してるからそうやね、うん、今はまだなんか、今回楽に喋ろうと思ってたから、うん、え、遠距離行けるおお言ったじゃん言ったじゃん言ったじゃん言ったね、うん、え、もうじゃあ死亡どこだかなあー聞くな聞くなえ、遠距離行けるどう言ったじゃん言ったじゃん言ったじゃん言ったね、うん、え、もうじゃあ死亡どこだかなあー聞くな聞くなその目やめて、ちょっと照れるわ照れる照れんで、うんメイヤちゃんは会えたらいいんだよねだからそうそう、うん、そっちの話しようそうだねあれねあれとかは電話とかしたい人なのいや俺で結構したいよしたい結構したいよえなるほどえどんな感じがいいのどんな感じどんな感じあもう未来の話が進んでいるちょっと座れる座りましょう、うん、座って考える、うんどんな感じっていうかどんな感じビデオ通話とかうわ楽しいねちょっと待ってマジ待って楽しいねあと10秒ぐらいしよう死ねんだけど長いな長いよ
俺に関しては大輝どうした大輝いい人大輝どうした財布なくなったんか大輝誰かにすられたみんなのためにいろいろやってたらわけわかんなくなっちゃったちょっと待ってね開けていい全然わかんないんだよダンス踊りよるよねなんかさちょくちょくねなんてダンスちょくちょく TikTok で踊りよるよね踊るよ踊るよ踊るよ俺じゃあダンス自体は好きだから好きだ、ね、好きだから好きだけど踊れないから一緒に踊れるねうんでも頑張って覚える覚えてるこれつけてみようよ違う今キロリンでしょキロリンしてみて好きよ好きよねわかるまで考えよずっと踊りよるもんこれめっちゃ好きだよ、うん、君のキロリンしてみてってあ、もうしてみてってほらそっかしかもさ、俺さ、これ今日たまたまさ、見て赤と青なんだよ黄色だよいや、もっそうやな、強引すぎるよ袖にはついてない明日の朝とか喋るんかなだよね、うん、喋る時間あんのか、うん、どっちにしろ、まあ明日告白行くんでちょっと待っててくださいああ緊張するな緊張するな2回目の2回目だからおー来たびっくりしたびっくりする急に叫ぶそうすぐこれやろうや価値を言うえあやばいちょ喋れてなかったやん話したくて俺もさほんまにうんマジ出てるガチ出てる通称誘いたくてさはい何でしょう誘おうとしててんけどタイミングだな花火しながら通称すればよくないほんまやなどんどんええそうえ何しとったん今日なんか、うん、誘われたやん、うん、それでなんかもう一人に絞られたみたいに言われて、うん、で、それが俺で、うん、レオのだけ長いね、ずっと、うん、いいよ、でそれで、こっちで二人でお話ししましたカチカチ、ここ行こういいよで、なんか、うん、今日は誘われて、うんうん、で、なんか一人っていうのも気持ち、うん、言われて、うん、うん、は好きって言われておおうんうん、とストレートに伝えてくれたって感じ、うん、なんか変わった気持ち気持ち変わってない今日ずっと喋りたかったほんまにうんやったあ夜、うん、そうめいやちゃんかひよ、うん、ちゃん誘おうとしてて、うん、うん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 とりあえず、うん、一緒に喋れて嬉しいって感じレオも喋れて嬉しいかも変わったうん、うん、変わらへんよ一人また起こした、うん、一人よずっと一人やで本当に地図ですから、うん、第一印象から第一印象はソマくん入ってたけど話してからてかなんならもうソマボートから一人かもずっと一人みたいなこいつどうすんの終わっちゃうよ終わっちゃうなんか終わるの早くて寂しいね、うん、これなんか色ちこなんかこれ何これ何灰か灰だでさ、色違うやつがないのかなえ、なんかさ、みんな同じ感じのやつだから、始めすぎ、始めて始めてる京介くん、ちょっと話そうもうやばい、やばいちょっと、また話そう花火する、うん、それさっきしたあ、こっちしていいこっちうんちっちゃくねじゃあこっちにしようはいそうだよねそうなるよねつかへんよありがとうこれめっちゃ触れちゃって寒すぎてつかんなついたつかんきたついたいいつけるでうんいいよまたなんか新鮮あった新鮮いや3人だったけど3人と話してたよなうん、うん、けどみやちゃんと喋ってないからっていうのはあるけど、うん、誘わんといや誘う誘わない
誘わないの？喋りたいし。誰と？ミート。むちゃくちゃ。どうしよう。かっこええ、もうかっこええわ。こうなったら京介。制服デートで自分の気持ち確かめようとしてん、うん、けどなんか一回しか話してなかったよまず、うん、だから気にしとったんよちょっと、うん、遊園地デートどんなんやろなって思ってて明日男子からやん告白松川へ行けんさ行動せなあかんから、うん、今日この花火終わるまでに気持ちの整理つけたい決めたいなって、うん、人数変わったじゃんなんだ3人ぐらい4人ぐらい3人これマジで何もめっちゃ早いもうなんかさ難しすぎて恋愛がそう、ね、分かるでしょ分かるよじゃあどんなん結局変わらずって感じ今日全員と喋ってみて、うん、どうしようかなって思っとった、うん、本当なんか誘ったらいかんかなと思ったいや全然嬉しいよかった、うん、そう迷ってた来るまでそう来る前は誘うって言ってたやんけどそうなんか制服デートもマジギリギリまで迷ったんよね、うん、どっち誘おうみたいなうん、けど相馬くんの方の気持ちが多いっしょ大きいっしょえ、それが変わんなくなっちゃったの本当になんかね、うん、最初は相馬くんの方が気持ち大きかったんだけど、うん、今は同じぐらい変わらないのだから決めたいっていうのがあるそう、変わらなくてどうしようかなある気持ち的に話したい人とさ、うん、話しとかんと後悔するやん話しな話したいと思うこと誘わないとえある程度話した？うんある程度話したからとりあえずはいいかなうん今日はちょっと昨日めっちゃ誘ったからさ、うん、なんかやってるよまあいいかいいやんなうんいや写真撮ってることないなあ写真撮らんや結局じゃあ京介は名言に行かずうん、レオちゃんとメイちゃんと二人で喋りました二人と喋りましたあ、メイヤちゃんですかいや、ちょっとコウ君との二人の世界でちょっと誘いづらかったっていうのがありますねいや、誘いたかったのが本音なんですけどちょっと圧っていうか負けましたね。気になる人はなあ、まあ、話してた二人あのレオちゃんとメイちゃんとジュリちゃんとメイヤちゃんっすね。いいぞ京介。これぞ高校1年生。選べないよな。うん京介選べない。